今日の調査画像はこれ。歯医者さんのようですが、すごいムキムキボディ、しかもタンクトップ。こんな歯医者さん本当にいるの？ムキムキボディの男性を調査開始。改めて調査画像をチェックしてみましょう。青いタンクトップ姿の男性が歯の治療をしているように見えますが、なんといっても目を引くのは血管が浮き上がった腕の筋肉、肩もモリモリです。歯医者さんにしてはあまりにワイルドすぎ。この画像が掲載されているインターネットにはパトリア歯科医院と書いてあります。そこでホームページをチェックすると表参道にある歯医者だと分かりました。ということで早速行ってみると、入ってすぐの待合室はカラフルで可愛い雰囲気。奥の部屋からは歯医者さん特有のあの音が聞こえてきます。その部屋を覗いてみると、調査画像と同じタンクトップ姿の男性を発見。よく見るとサンダル履きにジーンズ、しかも患者さんはマスクをかぶったプロレスラー。ここは本当に歯医者さんなんですか？歯医者です。まあ、趣味でボディービルやってるんで、まあ、体をがっちりしようと。タンクトップ姿の男性は島田泰次郎さん。この歯科医院の院長で現役のボディービルダー。そのたくましい肉体がこれ。5年前友人がボディービルを始めたことに刺激され、本格的なトレーニングを始めた島田先生。今年7月東京で行われたボディービルの大会では28人中2位という結果に。それにしても気になるのはマスク姿のこの患者さん。実はこの方、島田先生のトレーニング仲間。取材の日たまたま治療に訪れていた現役のプロレスラーなんです。調査画像の写真はそんな島田先生の筋肉仲間たちと一緒に体育会系のノリで撮った一枚だったんです。そんなこともあってトレーニング仲間が来た時はタンクトップ姿で診察することも。ちなみにいつもは普通の歯医者さんの格好をしています。でも見た目ちょっと怖いですけど、ノリがいい人なんで、多分初めて来た人も多分、まあ、リラックスしてできるんじゃないかなと思いますけどね。では歯医者さんとボディービルダーをどうやって両立させているんでしょうか。その様子を見る前に、ここでちなみにデータ、可愛すぎる歯科医院として話題なのがこちら。埼玉県草加市にオープンしたばかりでマイメロディーとコラボ。外観はもちろん、院内の至る所にマイメロや仲間のキャラクターたちがいて楽しい雰囲気満載なんです。これなら小さいお子さんの歯医者嫌いも克服できるかも。現役のボディービルダーでムキムキ歯医者さんの島田先生。その診察室の片隅にはダンベル。患者さんがいない時にはそのダンベルを使ってトレーニング。鍛える筋肉をチェックし、同時にフォームの確認。ランチは外食せず奥様手作りのお弁当をいただきます。メニューは筋肉を作るタンパク質が豊富な鶏肉とキャベツを湯通ししたもので、味付けはポン酢だけ。そして太らないようにカロリー控えめに玄米のおにぎり。ランチはほぼ毎日このメニュー。とってもヘルシーですが、これもムキムキボディをキープするため。また食事の前と後には必ずプロテインを作ってごくごく。仕事が終わるのは夜9時ごろ。もちろんこの後ちょっと一杯なんてことはありません。向かったのはトレーニングジム。めっちゃ
重さ100キロ以上のダンベルを持ち上げて歯を食いしばっての筋肉作り。その見た目からは想像できませんが、これでも立派な歯医者さん。今日も帰りたいです。今日帰りたいです。苦しくても週に4日から5日、みっちりと体を鍛え上げるおよそ2時間のトレーニングは欠かすことのない日課。大会前には鏡の前でポージング。繰り返しますが、島田先生は正真正銘の歯医者さんです。ではそもそもこの筋肉、歯医者さんの仕事には役に立っているんでしょうか。いやないですね。なるかな。歯が抜けやすくなったってこともないんで、どうですかね。ということで調査報告。ムキムキボディの男性はボディービルダーの歯医者さんでした。力強い先生。これなら虫歯も退散しちゃうかも。